三菱重工業、三菱重工長崎サッカー部三菱重工長崎サッカー部は長崎県長崎市を本拠地とするサッカーの実業団チームである三菱重工長崎 SC とも1947年に発足1982年に九州サッカーリーグがそれまでの8チームから10チーム体制に拡大した際に同リーグに参入初年度は7位 翌年の1983年には3位と躍進したが、それ以外は1990年に再び3位となった以外は3度の5位を除き回に低迷。1993年シーズンには最下位となり、長崎県リーグに降格するが、1年で九州リーグに復帰した。1995年の復帰後も最高で6位が2回、それ以外は、 下から数えた方が早い順位に低迷しているが、時として優勝を狙うチームを倒す、ジャイアントキラーぶりを発揮することがある。長年にわたって、長崎県勢として唯一の九州リーグ参戦チームであったが、2005年にビファーレン長崎が発足してからは、V ファーレンが将来の J リーグ参入を表明し、さらに2009年から JFL に昇格したこともあり、 後人を廃する形となっている。2012年には、九州リーグで22年ぶりに3位に入る躍進を見せたが、2017年は11チーム中10位に終わり、24年ぶりに長崎県リーグへ降格となった。2020年は長崎県リーグ一部を無敗で制したが、九州各県リーグ決勝大会1回戦で、J リース FC に敗れ九州リーグ復帰を逃した。 全国社会人、サッカー選手権には1983年の第19回大会に初出場。以降20.3647.4849.50回の計7回出場。2014年の第50回大会では持ち前のジャイアントキラーぶりを大いに発揮。1回戦で FC カリア、2回戦でコバルトオレオナガは3回戦で 奈良クラブと JFLJ リーグ参入を目指すクラブを相次いで破り4位に入る大健闘を見せた。天皇杯は1997年の第77回大会に初出場。以降78.8284.8588.9394.95回の計9回出場。78.8284.9394.95回大会は 初戦で敗退。77.85、88回では1回戦を突破したものの、いずれも2回戦で敗れた。なお77.85回大会1回戦の対戦相手はいずれも初芝橋本高校であり、88回大会1回戦におけるデッツオーラ島根戦での勝利が、同全国大会での大社会人初勝利となった。ありがとうございます。